ハヤトの野望チャンネルへようこそ。突然ですが、皆さんの家の近所にスーパーマーケットはありますか？僕はね、近所どころかスーパーの中に住んでいるんですが、今日はスーパーマーケットを経営するゲームの開発版プレイしていこうと思います。早速開始。スーパーマーケットシミュレーターへようこそ。小さな店舗から素晴らしいスーパーマーケットへと成長していきます。商品を買って棚に配置してくれって。あ、これが僕のスーパーなんですね。あ、隣の隣にはホテルがあって、ストレージ、ここ倉庫か。なんか変わってるね。スーパーマーケットっていう名前のスーパーマーケットなんだね車が通ってった。結構のどかなところだな。あ、人も歩いて、え、なんかいいな、雰囲気いいな。ここ地元のちっちゃいスーパーみたいな感じかな。マイバスケットみたいな感じかもしれん。あ、これが棚ね。ちっちゃいなめちゃくちゃちっちゃいんだけどこれほんとスーパーできる？まずはこのコンピューターを使って発注しろって。 Windows3.1 ぐらいの感じ。スーパーマーケット、あ、これね。何を買おうかな。シリアル、切り身パン、小麦粉、粉糖、パスタ、油。シリアル買うか。じゃあ2個ぐらい。これで71ドルかかって、あ、買え、お金足りないんだけど、ちょっと待って待って待って、今いくらあんだこれ。所持金50ドル。50ドル、所持金7500円ぐらいしかないんだけど。よく店始めようって思ったなこいつもっとやることあるだろう多分まだ店に並べる品物も買ってないのに所持金7500円って、なんか多分イオンとかでバイトした方がいいと思うけど。はい、買いました。で、ちょうど到着した箱を拾う。もう来たの？早いな。あ、あったあった、もう届けてくれてる、ありがとうございます。これ拾って、インターナショナルデリバリー、国際便なの。チョキピック、チョコ系のシリアルだ。僕チョコ系シリアル好きですね。で、開けて、あ、これ並べるってことね。あ、こういうことか。はい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 、はい、あ、いいじゃん。で、えい、いや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 、ちゃんと捨てようぜ。あ、これゴミ箱に捨てるのね。はい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 、畳んで捨てました。製品の価格を設定しろって。え、いくらで買ったんだっけこれ。 2.99 ドルだ。450円ぐらいなんだね元の値段が。で、市場価格は900円ぐらい。え、じゃあちょっと高くしようかな。 6.98 ドルぐらいにしようかな。市場よりちょっと高めの値段にしてみました。品揃え悪い上に市場価格よりちょっと高い。もう誰もこの店来ねえだろ。よし、はい、看板をひっくり返してオープン。お姉さんどうすか。お、来た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 。もう入ってきた。迷いねえな。まあ、一種類しかないけど。こんな店できたんだとか、キョロキョロするとか、なんもなかったな。スッと入ってきて、スッとシリアル取ってった。で、どうすの、レジをしろって。はい。製品をまずスキャンしろ。双子かな同じ格好の人来た。で、あ、お金をもらって、いくらもらったんだこれ。あ、7ドルもらったんだって。で、6.98 ドル合計だから2セントのお返しです。はい。おー、いいじゃん。はい。次のお客さんも、チョキピック。あ、クレジットカード？金額を入れるって。6.98 で？おー、なるほどね。ちょっとうちの店、1万円以上の買い物じゃないとクレジットカード使えないんですよ。これあれだよな。ビザに 3% ぐらい取られてんじゃないの？なんかやだな。あ、ぴったり払ってくれた？このお客さんひょっとして。ありがとうございます。マジ、シリアル専門店かな ?6.98。ちょっとなんか多めに取ったらどうなるのか。ちょっと多めにさ。うわーって、ピッ、支払い額が正しくありません。ダメか。まあそりゃそうか。そりゃそうだよな。はい、ピッ、いくらだ？うわー、10ドル渡してきやがった。もうお釣りがめんどくさいよ。3ドル2セント。はい。ありがとうございます。え、めっちゃ繁盛してんだけど、このシリアル屋。今日開店とは思えん。有名店になるかも。もうシリアル専門店ルートにしようかな。お金がないからシリアル仕入れただけなのに、こんだけうまくいっちゃうと、なんかいけるかなって気分になってきちゃうよ。1個売れるごとに600円ぐらい儲かってんのかな、多分これ。え、すんごい来る、すんごい来る。え、売り切れあるぞ、これ、初日に。この店の存在もともと知ってたんかな？シリアル屋が開店するらしいぞ、みたいな。こんなに混むことある見かけだから入ってみよう。よし、シリアル買おうとはならんだろう。もうお客さん来ないのかな、今日は。今何時なんだ？あ、まだ午後1時だよ。まだまだ客来るぞ、これ。お、動けるようになった。お客さんがレジにいないときはいろいろなんか呼び込みとかしようかな。いらっしゃいません。本日オープンシリアル屋です。
シリアル屋なんて見たことねえけどな、生まれてこの方。少なくとも鹿児島と東京にはなかったわ、シリアル屋は。50ドルで買い物とかちょっとやめてくれる？お釣り用意するの大変なんだよ、もう。はい、ありがとうございます。あ、ぴったり、ありがとうございます、ありがとうございます、ぴったり、マジ助かる。あ、何も見つかりません。そうだ、商品買わなきゃ、商品買おう。シリアル、こういうのって単価が高いものを売った方が儲かるんだよね、多分。ってなったらシリアルがいいな。シリアル2個購入、はい、よし。でももう夕方の5時になっちゃった。この店何時までやってるんだろうな。あれ、もう商品あるんだけど、待て待て、いつの間に。ちょっと値上げしてみようかな。 6.98 ドルってちょっと値段入れるのめんどくさいんだよな。10ドルでいいんじゃない。打ち込むのめんどくせえから10ドルに値上げしてみた。450円ぐらい値上がりしました。市場価格900円のところ1500円のシリアルです。あ、なんか壁のスイッチを押して、なんかもう夜になっちゃって暗いんだけど明るくできるっぽい。これか。あ、電気つけられるんだ。へえ。客来るかな、夜7時半。7時半だったらでも来るよね。あ、来た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 。シリアル屋へようこそ。あ、シリアルは私には高すぎます。なんだと ?10 ドルじゃ買ってくれないっぽい。ちょっと下げるか。何ドルまでいけるんだ ?9 ドルいけるか、じゃあ。9ドル。あ、シリアル私には高すぎます。マジかよ。じゃあ8ドル。1日の間に4回も値段変更を行われてく。一人の客が文句言っただけで。これさ、昼にシリアル1000円ぐらいで買って、美味しかったな。夕飯にも食べようかなって思って店来たらさ、1500円になってんの。びっくりするよね。どうぞ。お、8ドルでも売れるじゃねえか。今後うちの店のシリアルは8ドルです。あ、夜9時になったら時が止まったんだけど。ちょっと待って、右上の時計止まったんだけど。だ、もうこれ以降はいくら働いても残業代出ない。嫌な職場だな。時計無理やり止められて、もう一生9時だから残業代出ないからな。嫌な店だよ、絶対もう9時回ってんだよ。寝るか今日は。はい、デイリー統計、顧客13人、見つからない商品数3、見つけた商品が高い3、売り切れ3人いたんだね。で、高すぎも3人いた。19人に売って収入は赤字でした。まあ、これは仕入れしたからね。本日から日々の請求書を受け取ります。期日までにコンピューターを使用して請求書を支払うことを忘れずに。そうしないと自動的に支払われます。あ、電気代払わされるんだってこれ、今日から。日払いなんだ、電気代変わってんな。ちょっと街の探検してみようかな、まだ客いないし。結構広いね、結構広いな、結構遠くまで行けるな。違うところに店出せるのかな、これ。オープンの看板出して店員がいなくなるシステム。絶対やばいんだけど。あ、なんか空き地みたいなとこ見つけた。おいおい、この街の大きな問題を見つけた。道路が行き止まりなんだけど。どこにも通じてないんだけど、この区画。閉じ込められてんぞ、おい。なんだよこの街、なんだよこの道路、おかしいだろこの道路。この横断歩道いらねえだろ。あー、まずい、レジを待ってるってお客さんが。オープン出してるが、すいませんすいません、お待たせしました。はい、ピッ、はい、クレジットカードで8ドル。いや楽ちん。もっと街の探検しとこう。街のことを知らないと何をやっていいかわからないからな。公園っぽいのがあるけど塞がれてる。そしてこの道路もさ、なんかカクってなってて、どこにも行けねえんだけど、封じられた街だ。ひょっとしてここ刑務所の中なのでは？なんかこう、北欧とかだと、囚人に自由が与えられてて、小さな街みたいになってるって聞いたことがあるぞ。それなのでは？あ、すいません、待ってる待ってる。すいません、はい。はい、はい。囚人1号、戻ってまいりました。はい、はい。お、ぴったりです。はい、ぴっ。はい、はい、ありがとうございます。はい、お、2つも買ってくれたのか、ありがとうございます。富豪か、大富豪か、テンション上がるな。2個も買ってくれた。よし、閉店です。ちょっとさ、買った客がどこに向かっていくか気になるな、この封じられた世界で。一生街をぐるぐる歩いてたらどうしよう。建物に入ってくのかな、信号を渡ってドアを開けずに吸い込まれていった。俺は入れないんだよな。いや、近所の客が多いっていうことが分かった。近所の客が多いというか、近所の人しか入れないからな、街に。恐ろしいゲームだ。あ、シリアル私には高すぎますだって。貧乏人は敬礼敬礼。
安い客ばっかり来る店は治安が悪くなるから、おい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 、100ドル札で払おうとかふざけんなよ。ちょっとお釣りめんどくさかったな。お金を取り戻す。レジの請求書を右クリックすることでお金を取り戻すことができる。どういうこと？あれ？お釣り渡しすぎた俺ひょっとして。あり得る。クソ、100ドルで買い物するのやめてほしい。気使うから。1万円入りますみたいなことだろ。あ、貧乏人が帰っていった。はい、ぴったりです。ありがとうございます。ぴったりなのにちょっと待たせてすいません。この100ドルでなんかできないかな。あ、棚とか買える。スポットライトも買えるぞ。これ以上ライトいる？十分明るいけど、この店。レジカウンターも買えるんだ。あとは？あ、取り扱う商品のライセンスを買えば、もっといろんな商品並べられそう。今レベル2なんだけど、レベル90とかあるんだけど。だいぶ遠いな、レベル90。あ、ありがとうございます。はい、2つで16ドルです。今、客に渡されたの9ドルだったんだよね。で、値段が8ドルだから1ドル渡したんだけど、9ドル渡してくるってどういうこと？暗っ。泥棒じゃねえの？怖いな。9ドル札があるのかな？この国。9ドル渡す意味がわからないんだけど。間違えて渡しすぎちゃったのかな？他になんかできることないか見てみよう。これが商品ライセンス。まだまだ遠い。成長ってなんだ？このセクションを購入し、スーパーマーケットを拡張。あ、店のサイズを大きくできるんだ、これ。拡張してくださいって言ってもさ、どうやって拡張するんだろう。引っ越すのかな。シンプルに部屋が広くなるのかな。そんなわけないけどね。だってさ、もう建物のサイズは決まってるわけだから、広くなるわけがないんだよ。奥に奥に広くなっていくのかな。だとしたらめちゃくちゃ笑っちゃうけど。2階が増えるのかな、ひょっとして。採用。こっちは、採用コスト100ドル、日給80ドルで、レジ係を雇うことができる。うわ、レジ係雇いたいな。これめちゃくちゃいい。でも店舗レベルが10にならないと雇えないらしい。店舗レベル上げたいな。商品増やそうかな。はい、ちょっと勝負に出ることにしました。あ、今日はもう受け付けてないって、明日にならないと。よし、家帰って寝よう。はい、デイリー統計。今日は158ドル儲けました。2万2000円ぐらい利益が出たみたいだね。20人客が来たうちの5人が商品が高いって言って帰っていったみたいだ。これどうなんだ？この5人も買ってくれた方が得だったのでは？1ドル下げて。そうだな、もう1ドル下げた方が利益は大きいかもしれない。ちょっと1ドル下げるか。トータルで儲かった方がいいもんね。7ドルにします。毎日値段変わるな。利益が5分の4になるけど、利益 20% ダウンしても客が 33% 上がるなら得だと思う。よし、またいつも通りシリアルから並べていきます。で、今日からこれはなんだ、シュガーって書いてる。砂糖か。砂糖を売り始めました。ちょっと店の入り口に積んでみよう。通れない。客はどんな反応するんだろう。これ平均価格、あ、でもこれ価格 4.83 が市場だ。じゃあこれ6ドルいけるだろう。1つ売れたら 4.85 ドル儲ける。こっちは1つ売れたら 4.1。 あれ、こっちの方が利益出るぞ。いいじゃん。オープン。さあ、客どうする。入り口に段ボールが積んであったら、僕だったら入るのやめます。もう二度と来ません。客来ねえかな。来たぞ来たぞ。この女性は入ってくる気がする。来た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 。わあ、貫通してる。引っかかるの俺だけかよ。マジか。あ、2つもありがとうございます。はい、クレジットカードで12ドル。いいじゃん。やっぱ商品の種類増えるのはいいことかもしれんな。ちょっとめんどくさいので、捨てよう。ちょっと俺がめんどくさいだけなのが分かったから捨てた方がいい。客がレジにいるのに待たせちゃうやつ。最悪の接客をしている。そもそも入り口塞いでる時点で最悪だからな。お、お客さんシリアル好きなんすか。うちシリアル専門店やめたんすよ、実は。両方買う客はまだ訪れないな。砂糖だけかシリアルだけかみたいな感じ。お、取って、あ、両方買ってくれそう。来た、初めてのダブル購入お客さん、ありがとうございます。シリアル屋に商品増えたって思ったらさ、粉の砂糖売り始めてんのマジ謎だよね。シリアルの種類増やせよって思うよね、最初は。何そのチョイスって思うよな。実家が砂糖作ってんのかなみたいな。あ、だからシリアルにかける用の砂糖なのか。言うほどシリアルに砂糖かけて食うか。でも最初からまぶされてるもんなんじゃないの。毎日電気代払えって言われてたけど、あれどうなったんだろう。請求書、あ、これだ。うわ、20ドル。1日20ドルもすんの電気代。お店屋さんだったらそんなもんか。あ、
待って、だからこれ電気つけたらさ電気代かかるんだ。基本電気いらねえな。え、パソコンも落としときたいんだけど、落とせないのこれ。いやー、電気代取られるのきついな。客が来なくなっちゃった。ちょっとまた探検しよっかな。この車がどこに向かうのかつけてみよう。だってさ、どこにもつながってないわけだから、どうするんだお前。ダメだ、車の上で走らないと乗れない。走れ、車の上で走れ。右に曲がって、右に曲がって、元の場所に戻っちゃうけど、え、ひょっとしてずっとくるくる回ってんの？これ多分一般の車じゃない。これ自動運転で監視カメラがついてるやつだよこれ。怖っ。怖いこれ。監視されてんだこれ。この街はホラーゲームかよ。なんて恐ろしいんだ。元の場所に戻ってきた。怖かった。うわー、すいませんお客さん方。すいません、めっちゃ並んでる。今やります。帰んないんだね。暗い、暗いけど電気代がもったいないから我慢。カードが見えねえよ。見えねえよ、客の方がでも思ってるだろうな。やっぱキャッシュレスの時代なんだな。現金派少ないわ。多少待たせても大丈夫ということが分かったな。そして、まあでももう探検は十分か。どうもありがとうございました。暗い中ありがとうございます。客も帰ったし一瞬だけ電気つけよう。もう時間進まないからな。9時から。なんかライセンスを購入しようみたいになってるんだけど、なあこれ買ってみるか。200ドルのライセンス買ってみよう。ペットボトルの水とかチーズとかが売れるようになるみたいだね。牛乳、紅茶、コーヒーロースト、卵もういいじゃん。だ、卵はちょっと扱い難しくないか。悪くなっちゃうし。よし、じゃあ今日は寝よう。おやすみなさい。3人が商品を買えずに帰ったようですが、まあ全然いいでしょう。今日はライセンスを買った関係で赤字だったけど、だいぶ初日より儲かったね。ん？以下の商品の市場価格が変更されました。え？市場価格が変わった？あ、値上げマークが出てる。あ、だから買うの大変になったってことか。下がったのを買えばいいんだ。切り身パンの市場価格が下がったから、じゃあ今日切り身パン買ってみるか。あと何買おうかな。新しく置けるようになったのを置きたいな。あ、コーヒーめちゃ単価高いじゃんこれ。コーヒー買おう。紅茶も結構単価高いな。はい、切り身パンとコーヒーと紅茶を買うことにしました。これでもうお金が、お金全然ない。もう750円ぐらいしかない。あ、もう商品来てる。いや、お金なさすぎだろ。びっくりするんだけど。あー、いいね。急にすごくおしゃれなお店になったな。紅茶置いたことで。これぐらい商品があったらちょっと行ってもいいかなって思えるね。まあコーヒーだけ欲しかったら。あと切り身パン、これちょっと奥に並べようか。はい、オープン。皆さん、シリアル屋じゃなくなりましたよ。初日来た客はびっくりするぞ。商品の数がこんなに増えてるんだから。あ、待て、値段の設定してない。やばいやばい。あ、危うく利益ゼロで商売するとこだった。市場価格が6ドル弱だから、まあ7ドルぐらいかな。こっちは市場価格 3.8、 5ドルぐらいかな。絶対市場価格より高い。あ、待て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 。あ、取るんじゃねえ、クソ。やめろやめろ、14ドルだからそれ。いくらだいくらだ。14に なったかな。今値札変えたんだけど、これ取ってから値段変えたら反映されるのかどうか。あー、ダメだ、取った時の値段だこれ。うわ、最悪なんだけど。くそー。悔しい。利益ゼロで取られた。利益ゼロではないか。市場価格で取られたんだよ。シリアルがないって。はあ、俺のシリアルが売り切れてる。ちょっと待っててください、お客さん。今仕入れるんで。シリアル高いんだよな。もうあるんだけど。ちょっと待って。シリアルが入る速さがやばすぎる。ちょっと待って。見ているな。どこにいるんだよ。聞かれてる、盗聴器がある。もう先に置いてあったまであるな。カートに入れた時点でもう配送が始まってたのかもしれん。なんかそういうのあるらしいよね。油が見つかりませんでしたって言ってる。え、油なんてそもそも置いてないけど、うちの店。置いてほしいってこと、うちの店に油。お、切り身パンありがとうございます。助かる。卵が見つからなかった。いやー、そっかー。もっと種類増やしてほしいんだ。でも冷蔵棚ないのにさ、卵置いたら大変なことになると思うけど。牛乳もちょっと悪くなっちゃうよ、夏とか。今何月なんだろう。
いやなんかさ、お金持ちが多そうでいっぱい買ってくれるんだよな。めっちゃ嬉しい。いいとこに店構えたな。コーヒーは高すぎるって。いちいちそうなんか聞こえるように独り言言わんでいいよ買えないやつは買わなくていいんだわ。うちの店は牛乳が見つかりませんでした。こいつ文句の多い客だなお前そんな文句あるなら他で買えよお前俺だってな、慈善事業じゃねえんだよ。他に競合店がないから俺はちょっと値段高め出してんだよ。いやー、キャッシュレスオンリーの店にしたいな。もう現金は断りたい。お釣りがめんどくさい。卵が見つかりませんでした。チーズが見つかりませんでした。文句ばっかだな。見つかりませんでしたじゃなくて、ないの、置いてないから見つかんねえよ。そりゃちょっと前までシリアル専門店だったんだぞ。何を期待してんだよ。ありがとうございます。今都内でキャッシュレスオンリーの店とか増えてきてるんだよね。うちもキャッシュレスにしたい。このレジをなくせばさらに電気代の支払いがちょっと安くなるんじゃないのかな。あ、1日賃料2,000ドル。これか、賃料。電気代というより賃料が高いんだ。じゃあ電気つけてやるか。はい、暗くて見えづらいからな。卵が見つかりませんでした。面と向かって言ってほしい。卵も入れてほしいなみたいな。入れてほしいなじゃなくて、見つかりませんでしたっていう言い方は良くないと思う。しかも去り際に後ろ姿で語る、ちょっとかっこいいやつもっとあるだろう。ないんですかって聞くとかさ。ないんです、仕入れるお金がないんです仕入れる金がないんだよ。朝俺700円しか持ってなかったんだぞ無理に決まっとろうが。よし、とりあえず店少し軌道に乗ったし、今回ここまでにしとくか。皆さんご視聴ありがとうございました。もっと商品の種類増やして儲かる店にしていきましょう。次回以降ね、面白いなと思ってくださった方、高評価チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。店の名前も変えたいけどなスーパーマーケット。